演武開演。どうも、本日はチラファミリーマートのお母さん食堂サバの味噌煮を食べたいと思います。どういう母さんでサバの味噌煮、確かに家庭料理っていう雰囲気はありますけど、実際どうなんでしょうね。どんな感じなんだろう。実際こんな感じになってます。ではいただきます。サバはふっくらとしていてしっかり歯ごたえがあって、そこまで硬いわけでもなく、うまく程よい口の中でぎるぎるやわらかさでした。硬さと呼び方が、そして味噌だれも甘辛くてサバによく絡んで、とても美味しかった。もうちょっと中に染み込んでいてもよかったような気もしましたね。というわけでこちらのペースをさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。